学年とは学校で定められた1年間を単位とした就学の期間を言う。上記の就学期間あるいは入学年度で区別された児童、生徒、学生の集団を表す。いずれの用い方にしても学年という言葉には階層のニュアンスが付帯する。同様な意味合いを表す言葉として1年生、2年生のような言い方がある。北海道の大学では1年目。 二年目という言い方を、関西地方の大学、短期大学では一回生、二回生という言い方を、それぞれ慣習的に用いている。しかし、学年はそのものを名詞として用いることも、第一学年、第二学年のように用いることも可能であるが、年生は助数詞であり、これそのもので名詞として用いることはない。以下。 期間として、集団としての両側面から学年について記述する。現在の日本において、期間を表す意味で、学年を用いる場合、ニュアンスとしては、年度とほぼ同義である。例えば、新しい学年が始まったとか、そろそろこの学年が終わるといった用い方をする。ヨーロッパやアメリカ、ロシア、トルコ、モンゴル、中国など、 世界的に見ると9月に始まるとしている国が多い。9月開始方式だと、北半球では秋口に学年が始まり、学年の終わり頃に夏休みが来ることになる。夏休み前に学年最後の定期テストも終えてしまっており、夏休みは非常に開放感のあるものになる。英語では、秋の新学年の時期は俗にバックツースクールと称されている。日本においては、 大学や高等学校など高等教育機関においては明治時代から長くにわたって9月学年式制が採用されていた。日本で4月学年式制が採用されるようになったのは相当後年であるに4月学年式制が採用された。1886年に高等師範学校において4月学年式制が採用され、1892年に 小学校でも4月学年式制が採用された。これは日本の国の会計年度が4月から始まることなどの影響が強い。小学校においては明治時代初めは6ヶ月単位の等級制であったが様々な理由から学年制に変更されていった。現在の日本の学校は4月学年式制をほぼ採用している。なお、学校教育法施行規則によって 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることが定められている。他方、大学や専修学校などは個々の学校の裁量に委ねられている。集団を指して学年を用いた場合、そのニュアンスは大変幅が広い。 直接的には、同じ入学年度の児童、生徒、学生の集団を指す。例えば、一学年の生徒とか、この学年は男子の方が人数が多いというような用い方をする。砕けた言い方で言い換えるならば、同期という意味合いである。さらに、その集団に関わりがあるもの、ものを指して、一学年で学習する内容、二学年の保護者。 三学年の教員などということもある。多くの人が学齢によって義務教育を受ける日本では、ある年の4月2日翌年の4月1日までに生まれた人すべてを指して学年を用いることもある。日本においては、実は法制度上はその学年に所属できる最低年齢の定めはあるが、最高年齢の定めはない。しかし、実際上は特に小中学校、 また多くの高校で学年内の年齢の多様性は失われており、最低年齢者が多くなっている。これについては年齢主義と家庭主義の項目で生じしている。年齢主義の強い学校制度では、同学年内の在学者の年齢は統一化される。日本では特に義務教育段階にあっては、飛び級や減級留置の例がほとんど見られないため、 学年という言葉が年齢とほぼ同義あるいはより重要な意味を担う言葉として共通体験を持つグループという意味を持ち時には同年齢よりも同学年の方がより親近感、連帯感が生まれやすいそうした面では1月1日から4月1日までに誕生日のあるものは前年生まれと同学年に組み入れられるため同じ年生まれの中では 学年が1年早くなる。こうした場合、同年齢よりも同学年の方を優先することが多い。このような用い方での学年は義務教育段階のみならず、就学前の用事や義務教育期後のものに対しても用いられるわけである。4月学年式制になるまでの経緯は入学を参照。日本の学年が4月生まれ翌年の3月生まれではないのは 年齢計算に関する法律と学校教育法によるありがとうございます。